皆さんが怖がるのですか。ええ、なんかそんな気が。号外号外。あのふぬけんことふぬけの白浜健一がなんと空手部の足つまを倒しちゃったよ。しかもたった一撃で。白浜は実はかなり強豪。いやあ、もうビルだ、読むな読むな。はあ、いくよ。避けてよ。あパパパ。早くしてくれないとおいちゃんが教える時間なくなるね。これだけの達人たちが口を揃えて修行を進めるってことは、あの僕ってもしかして武術の才能あるとか。ないよ。あっぱ。鼻か顎を狙うんだ。はあ、相手の顎は砕けないでしょうか。砕けるようになったら一人前だ。行ってきます。せいぜい楽しんでこいや。結構嬉しそうだな。これはもしや。私、映画館で映画見るのって生まれて初めてですの。え、マジっすか。笑顔の原因は映画ですか。どうせどうせ。やっぱり毎日大変だよな。とにかく今日は一日ミュウさんが楽しめる日にするんだ。ミュウさん、今日は楽しみましょう。辛いですわ。なあ、もうただでさえ不良たちから目をつけられてるっていうのに。おほほ、いや、秋雨丼の提案でね。名付けて飴とムチ二方面作戦。は？落ち着くね。これあげるね。これはつけていらしたんですか。バカ、記念写真撮ってあげたね。もっと喜ぶと。楽しみのんなよ。私よりちょっと可愛いからって一年坊主の転校生の分際で。どうれ、ちょっと道場に行って様子を見てこようか。あなた、さすがお父さん。お父さん、早く行こうよ。手段と目的を取り違えてはいかんな、母さん。ん？あ、お父さん来ないって。冷静に考えたら外せない大事な会議があるんだって。で、高越寺先生、これ何なんですか。これは独自に開発した柔軟マシン、名付けてまたわりくんグレート。本当にまずそうな時はこっそり緩めますわ。いや、だからもうすでに。まだまだ。トレビアン。これならすぐにでも180度いけそうですわ。外れたのかね。まったく、あれほど時間をかけてと言っておいたのに。これ、うわ、何をする。ん、まだどこか痛いかね。え、あれ、何回怪我してもいいぞ。すぐ直してあげるから。人を壊すのも直すのも自由自在か。とんでもない人に教わってしまった。なんだこのちっこいのは。あパパパ、ケンイチくんの妹らしい。お、かわいいね。お嬢ちゃん、いくつね。うわー、かこもれた。かかるな。お兄ちゃんに近づくな。つまりお兄ちゃんは、ああ、この女にたぶらかされていたのか。
かややこしくなってきたような。そんなにバカバカってか、美女子だったの。お兄ちゃん何わけわからんこと。兄は強くなるためだけにここに残る、それだけだ。わあ、これが兄弟喧嘩ですよね。羨ましいですわ。やい、ムチプリ。母がよろしくとのことです。ムチプリ。ですわ。ただいま。おかえり、しぐれどん。今日はバカに早いね。ん？まあ、何をしてきたかはあえて聞かないけど。ねえ、そう。って、あ、レンズが！ケンイチさんこそ変わった召し上がり方ですわね。隠しながら。これはほらよくカンフー映画なんかであるじゃないですか。あ、シェフ。我が梁山泊ではそんなはしたない真似はせんよ。そうですよね。面白かった。ちょーらっと決めろ。これも修行の一件だ。助かった。おでこちゃんって言われたですか。だってね、死ねや。おまたを閉じる。これが首頭構え。よしと。アパちゃんが探してたぞ。早く帰れよ。え？ちょっと待ってよ。みんなやっちまえ。こいつは殺せ。いけない。ケンイチさんの分を残すの忘れてましたわ。あ、そういやアパちゃんがおめえが帰らねえからもう教える時間がないっていじけちまってるぜ。すいません、アパちゃんさん。途中で変な連中に絡まれて。今度合宿するときに特訓を。いいよ、アパちゃん塗り絵塗ってたから。もうそんなことはないと思うよ。アパちゃんは出た。最後だけでも余裕を見せねば。片付きましたね。はい。あ？あ？ん？しぐれさん。裏の地で押しを起動。おらせ。いや、待ってやるよ。ここで見たことはとても言えません。光悦寺先生、恐るべし。やはりお送りしましょうか。また待ち伏せされているかもしれませんし。なに、あんなやつら、僕一人で十分ですよ。じゃ、また明日。お気をつけて、ですわ。本当にまずそうな時はこっそり緩めますわ。いや、だからもうすでに。まだまだ。トレビアン。これならすぐにでも180度いけそうですわ。そうだ、もう少し。いや、やばい。出なくていいよ。すごい。それじゃあ最後まで一気に。ジェロン。